どうも、ハイチーです。昨日の動画に関してなんですが、勉強動画の冒頭の部分をすごいショートバージョン、短いバージョンの挨拶というか、始まりと、今までの30秒ぐらいの、まあ、話すね、挨拶、どっちがいいですかっていうのを皆さんに見ていただいて、高評価、低評価を使って、まあ、アンケートをしたんですね。アンケート機能を使わずに、高評価、低評価でやったんですけど、で、それをもうちょっと数日置いてから、結果を見ようと思ったんですが、今1日経って、今ね、こう携帯開いたら、高評価。これは新しい短い挨拶がいい方が129人。で、今までの長い方がいい低評価の方が526人になってます。で、正直こんなに差が開くと思わなかったんです、俺は。そう。と思わなかったんですけども、4倍スコアがついてるので、これは、短いと今までの長い挨拶に戻そうと思います。なんで今ちょうど勉強動画撮ったばっかなんですけど、普通のバージョンに戻ってます。で、それに関してちょっと話したいことがありまして、まず、まずこれね、アンケートというか、動画見ていただいた方とか、選んでくれた方、本当にありがとうございました。で、意見の中にね、短い方がいいっていう方もいらっしゃったんですよ。で、その方にとっては本当に申し訳ない結果になってしまってるんですが、何人かの方に言われたんですけど、長い方で撮ってる場合は、長いのが好きな方はそのまま見ればいいし、短いのがいい方は飛ばせばいいですよねって、スキップすることができますと。でも、短く撮ってしまったら、長いのが好きな方は長くすることはできないですよねって。確かにそうだと。いや、気づけよって話なんですけど。そう、まあ、っていうのもあったので、ひとまず長い方で行ってみます。で、また新しいなんか意見というか案が出てきたら、同じようにこうやってきっと、またアンケート取って、ね、やっていくと思うんですけど、はい。もしその時あったらよろしくお願いします。で、それのね、お礼を言いたいのもそうなんですが、実はもう一個ちょっと話したいことがあって、昨日コメントを、まあ、昨日も今日もそうですけど、コメント見させてもらっててね。で、あと、メールと、リプもそうなんですけど、メールもなんかやったら昨日仕事から帰ってきたらメール多くてさ、え、なんだろうと思って、なんかやらかしたかなって思って見てたら、この動画のことだったんですけど、こう、低評価を初めて押しました、みたいな。低評価を押したくなかったです、辛かったです、ためらいました、とか。低評価押したくないから押さずにメールを送りました、コメントしましたっていう方もいらっしゃって、もうね、そんな風に思ってもらえるなんて微塵も考えてなかった自分が。だからまずそこに配慮不足だよね、俺の。そういう風に思わせてしまった。もちろん、そんなに重く受け取ることじゃないかもしんない。ね、俺が重く受け取ってるだけかもしんないんですけど、でも配慮不足に違いはないので、本当に申し訳ない。なんかね、辛かったですって書いてくれてる子も結構いたので、で、それが一個ごめんねっていう気持ちと、素直にありがとうっていう気持ちですね。そういう風に思ってもらえるのって多分すごく幸せなことだと思うんです。自分はこう動画をこの活動やってて、まあ、成績上がりましたとか、まあ、受験時期だったら志望校受かりましたとかね。そういうのはやっぱり多いんですよ。で、それはやっぱすごく嬉しい。何点上がりましたとか、うわ、やったぜとか思うし。でも、それ以外にこういう風に思ってもらえてるんだって自分のこの勉強の動画をね、こうチャンネルをそうやって思ってもらってるんだっていうのを感じて、いやもうなんか、こんなことで動画撮るのもどうなのかなと思ったんですけど、でもやっぱちゃんとちょっと伝えたいなと思って問わせてもらいました。はい、本当にありがとうございます。なんか、そう思ってもらってるものだからこそ、だからこそあの配慮不足はもうダメだよね、大人として。32歳の大人として絶対ダメだったと思って、今後気をつけます、ほんと。次なんかやるときはちゃんとアンケート使えますね。はい。よくなかったね。もちろん低評価の中には、なんだこいつ低評価みたいなね。のもいると思うんですけど。でもまあこのスコアの違いは多分皆さんの意思だと思いますんで。で、なんでこんなことをやるんですかって、大したの好きにやったらいいじゃないですかっていう方もいらっしゃったんですけど、自分はね、できること、ちょっと綺麗事を言うんだったら、できれば使ってくれてる。まあ自分ユーザーっていつも言っちゃうけどみんなことをね、使ってくれてるみんなのユーザーのみんなと、できれば一緒にこう、このチャンネルを作っていけたらなって思いがあって、例えば4年前に広告をね、初めてつけた時もみんなに聞いたんですよ、当時の。もちろん知らない方の方が多いと思いますけども、つけてもいいって聞いて、その当時まだ全然登録者も少なかったですけど、その当時の登録してくれてるみんなに、いいですよ、全然大丈夫です、頑張ってください、みたいな言ってくれたから、広告をつけるようになったのね。それまでは1年間全く広告貼らずにやってたんで、で、まあ、ね、リクエストとかもらって、それも全然答えられてはないんですけど、でもみんなが求めてる、みんながこういう風になったらいいなって思うものに、できれば近づけていきたい。もちろんそこには自分の自我もあるし、エゴもあるし、それと、掛け合いはしながらになってしまいますけど、ね、言われたことを全部やるっていう便利屋になるわけにはいかないから、自分の意思も大事にしますけど、でもやっぱり、ね、みんなが見てくれてる、勉強っていうチャンネルでしょ。
エンタメでさ、楽しい動画がいっぱいあるんだよ、YouTube。いっぱいある中で、時間を割いて動画を見て勉強してくれてるんだから、だったら、ね、より見てよかったって思うものにしていきたいし、ね、時間割いてよかった、頑張ってよかった、得点上がったってなってほしいんで、まあ、ちょっとこういう形、多分今後もそういうことやっていきます。アンケート取ったりとかね、そういうことあると思うんですけど、またその時があったらぜひ力を貸してもらえたらと思います。よろしくお願いします。では、改めてになりますが、本当にごめんなさい。申し訳なかったです。そして本当にありがとうございました。本当に素直に嬉しかったです。はい。では、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。